キンプリ平野仕様の仕事がスノーマンメグロハスのものに、脱退組への嫌がらせスターとか、ジャニーズ事務所内で波乱の兆しが広がっています。キングプリンス、キンプリの平野ヤー仕様、キ神ユータ、ジユータの3人が脱退するという衝撃的なニュースが発表され、その波紋はますます広がっています。 今回、私たちはその一部始終を詳しく掘り下げ、ファンたちが怒り浸透になっている出来事について探求してみましょう。脱退組の映像がカットされた衝撃の瞬間。まず、騒動の発端は1月22日に放送されたバラエティ番組、ニノさんでした。 この番組はジャニーズ事務所の先輩である嵐の二宮和也やセクシーゾーンへの菊池風間がマックを務め、ゲストとの名場面を振り返る総集編を放送するものです。ところが驚くべきことに、この放送で脱退組の映像がカットされたというのです。地上波では平野が合気道を体験した場面や、 騎士が自宅で料理をする場面が流れましたが、動画配信サービスフ u ル u では、この二人が登場するシーンが丸ごとカットされていました。さらに、ゲストごとの名場面が画面上に四分割されて表示された際、地上並みでは平野が映っていた箇所が、フ u ル u では、権利上の都合で配信できません、というテロップと共に黒塗りの画面になっていたのです。 この出来事が金プリファンの間で波紋を広げ、ファンたちは早くも締め出しでスカッと不満を爆発させました。そして、このカットが従前ではなく、ある種の嫌がらせではないかとの疑念が広がっています。配信サービスごとの違い。注目すべきは、同じく配信サービスの t v A では、地上波通りに番組が放送されていたという事実です。 TV アロー放送後1週間で配信が終了するため、フ u ル u のように3人の脱退後も動画が残るわけではありません。ここで金プリファンたちが問いかけるのは、なぜフ u ル u だけがこの映像をカットし、他の配信サービスではカットしなかったのかという点です。この違いがファンたちの中に、藤島ジュリー稽古会長の嫌がらせ という疑念を生み出し怒りを増幅させています。スノーマンの進出と新たな火種さらに、平野の誕生日である1月29日に、スノーマンの冠番組のゴールデン進出が発表されたことも、ティアラたちの怒りをかきたてています。ティアラたちは、平野と同じブランドのヘアケア製品の新 CM にメグロハスが起用されるというニュースにも不満を抱いていました。 平野は同じブランドの別商品で費用が継続されていますが、脱退後はメグロだけになる可能性が高いため、ファンたちはこれを、平野の仕事がメグロに取られた。と捉えています。こうした連続する出来事が、ティアラたちの怒りをエスカレートさせ、金プリ脱退組への嫌がらせの火種となっているようです。結論。ジャニーズ事務所内での出来事は、 ファンたちにとっては非常に重要なものであり、彼らの応援がアイドルたちの成功に大きな影響を与えています。今回の事件はファンたちの信頼を揺るがすものであり、ジャニーズ事務所や関係者にとっても真剣に考えるべき問題と言えるでしょう。我々は今後もこの問題の進展を注視し、ファンの声がどのように反映されるのかを見守る必要があります。 そして、アイドルたちがこれらの諸問題にどのように向き合い、解決策を模索するのかを見守りたいと思います。これからもエンターテインメント業界の最新情報をお伝えしていきますので、お楽しみに。読者への挨拶。最後に、この記事をお読みいただき、ありがとうございます。ジャニーズ事務所の出来事は多くの方々に関心を持たれていることと思います。 今後も注目すべき情報をお伝えするために、どうぞよろしくお願い申し上げます。